甲府市、藤村記念館は、山梨県甲府市にある交流施設である。明治時代初期に建てられた旧六沢学校校,校舎を、一区市利用している。旧六沢学校校舎は、1872年10月に、創立された六沢学校の新校舎として、六沢村の亀沢に建てられた。1874年12月より準備を始め、1875年3月に寄、寄稿。 12月に竣工する。高地の整備は南高事だったため竣工後も続けられ、開工式を迎えたのは1876年6月だった。土地は船形神社の敷地の払い下げを受け、財は上地林の抜木にてまかない、地域の大工はそうで、村民は1個あたり1ヶ月の労働奉仕を行ったという。施行にあたっては下山大工の松木明院が招かれた。 当時の山梨県令だった藤村志郎が推進していた藤村式建築と呼ばれる義王府建築の代表作とされる。1957年まで校舎として使用された後、六沢公民館として1961年まで使われた建物は老朽化により取り壊される寸前のところ、藤村洋式旧六沢学校校舎保存委員会の手により1966年に 武田神社境内に一区復元、藤村史郎にちなんで、藤村記念館と命名され、甲府市に寄贈された。1969年に京都資料館として開館し、1990年の教育資料館への展示会を経て、再開発事業の一環として、甲府駅前の北口広場に再移築され、2010年より交流ガイダンス施設として一般公開されている。 歴史的建造物としての旧六沢が高校,校舎の概要は以下の通りである。校舎の旧所在地は駒群六沢村で1875年12月の竣工。建築面積は189.2平方メートル。木造を2階建て、屋根は工業造り、三河原武器とする。正面に玄関ポーチとベランダを設け、屋上に棟屋を設ける。平面規模は間口。 奥行きともに13.6メートルである。外壁は漆喰塗りの大壁とし、軒回周りには、軒蛇腹を設ける。窓周りのアーチ型、建物四隅の隅石形、各面の腰壁は、黒漆喰で形成する。ポーチ及び、ベランダ部分は天井をひしいた通り打ちとし、2階ベランダの各柱間には独特の曲線を描く幕板を飾る。内部は、中央付近に階段を設け、 1.2階とも、階段手前の左右に2室、奥に大きい1室を配する。1967年に、国の重要文化財に指定された。ABCDEFGHIJKLMN、大米山イサム2010、P246、ABCDEF 交府駅、北口町づくり委員会。ABCDEFG 文化庁。 解説版新指定重要文化財13建造物3毎日新聞社1 9 8 2 p 1 4 6ウィキメディアコモンズには交付し藤村記念館に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。